はい、どうも、八間清志郎です。いやね、まあ、その高校、博多高校のあれ見ましたよ。まあ、ツイッターで流れては来てないですけど、まだ、いや、びっくりしましたね。ちょっと恐ろしいっていうか、まあ、本当に、すごく気味の悪い映像でしたね。やっぱりその、もう、グロいっていうか、何が面白いのかなって思ってて、あえて先生蹴ってて、ちょっとよくわかんなかったですね。まあ、俺もいじめもあんな感じでしたけど、もう蹴られてはないですね。あ、蹴られましたけどね。あれですけど、あそこまではないですけど、やっぱあれはひどいなって思いましたね。やっぱその、ああ、もう猿だよねっていうのは、はっきり言って人間じゃないですよね、あれはね。人間がやることじゃないですよね。なぜに人間は知能を持ってるかって話になってくるじゃないですか、あの映像みたいな。その知能を他に与えてやりいいなって思いましたね。なんか気持ち悪いなって本当思いましたね。やっぱ、あれを見て笑ってる。まあ、ドキュンってやつですけど。いや、あれは普通に傷害事件ですよね。で、それを見て思ったのは時には体罰も必要なんだなっていうのは分かりました。でも、どう行き過ぎたものは、やっぱ体罰って重要だと思うんですよ。でもね、あれに体罰する、っていうと、今度は先生が危ないと思うんですよ、やっぱり。ね。今度はそれに先生がやったら、ああ、なんやねん、って、後ろの奴らも来て、ボコボコにして、ああ、先生息してないやんけ、みたいな感じになっちゃうのもあるんですよね。で、小野和尚さんでしたっけ？あの人がやった、まあ俺も前話したんですけど、あれはね、ビンタして正解なんですよね。ぶっちゃけ。あれはふざけすぎでしょ。まあ、ドラマで高揚しすぎても、そのやっぱり時間っていう、その限られた時間の中でパフォーマンスする、で自分の技量をここにギュッと詰めるっていう中で、そういうああいうことをしちゃったら、でそれまだ叩き続けてるって言ったら、小野和尚さん、俺が勝手に名前変えてるんですけど、まあ、ビンタして当然なんです。で、時には体罰は必要なんだなっていうね、思いますけど、体罰は必要って言っちゃダメなんですよ。時には体罰、やっぱ行き過ぎたもの、やっぱりあそこまで、行き過ぎたものはダメだよねって話だよね。やっぱ簡単に言って。簡単に言ってってのは俺の口癖なんですけど、やっぱ行き過ぎだよな、あれは。でもあれで今度手を出したら、どうせあいつらバカだから、先生を殺しそうじゃん、今度は。そうしたらダメだよね、体罰って。で、そうしたら先生がかわいそうだから、でも絶対あの雰囲気だと他の奴らまでやるじゃん。それ六法全書みたいなので首持ってけやさ、ボーンみたいな感じでやれば、もうなんか六法全書騒動みたいなのでボーンってやれば、そのための木刀だと思うんですけど、やっぱかわいそうでしたね、先生が。いや、そしたらそれ見たらさ、教師なりたくなくなるわ。給料きついし、残業だし。ねえ、で、給料もそんないい方ではないし、給料、休み取れないわ、講習会行かされるわ、残業、やっぱり夜の1時とかでテストを丸付け。で、生徒に舐められ、生徒に暴力。こんなん自殺したいっていう人は、わかるわ。で、俺のね、中学校の先生もね、もうストレス抱えすぎて突発性難聴になったんですよね、ストレスで。でもね、それはね、妥当だと思うんです。その、まあ、3組なんですけど、俺も3組でいじめられたんですけど、2年3組でね、恨み持ってますよ。いや、でも、でもあのクラスだったら、まあ、どのクラスっていうのはね、みんな、もうわちゃわちゃとしたね。まあ、よく言えば活気のあるクラスですよ。悪く言えばね、なんかわかんない、もうなんか、あれですよ、ルーキーズみたいな感じですよね。ルーキーズまでいけないですけど、わちゃわちゃして、ずっとうるせえ感じだって、それは突発性難聴になるわ、と思いましたよね。教師だったら。高校生まで来たらやっぱ筋力もこうやってついちゃうんで、やっぱちょっと話が違ってきますね。中学生なんで、ちょっとまだ生意気で、ちょっと痛いな、お前ってやり返せるけど、高校生になってきたらもう体格差がもう出てくるじゃないですか。もう大人じゃないですか、高校生って言っちゃえば。言っちゃえばもう半大人なんですよね、もう体の強さは。まあ心は。でもあいつ、心はガキとかいう、そういうレベルじゃないよな。その精神年齢低いというか、生レベルじゃないですよ、あの博多高校は。あれは
なんかやってること動物の縄張り争いと一緒っすよね。ああいうの見てると、暴行事件見てるとさ、喧嘩とか見てると、やってることがさ、動物と一緒なんですよ。他の。なんかもう縄張り争い、キリンの縄張り争いとか、メスを争った争い、メスをかけた争いみたいな。それして、なんで人間ってさ、脳みそ、考える力が他より発達して口があるのって話じゃん。口で解決すればいいけど、やっぱ動物にはそういう対処をしなきゃいけないよね。もう、ああいうやつは、人間って見ちゃダメですよ。やっぱり、あれ、やってることがやってることじゃない。だって人間っていうのは基本的道徳っていうのは備わってるはずなんですよ。まあ僕、すごい優しいんですよ。こう見ても。なんで、あんな見てたらちょっと、グロいっすよね。ひどい通り越して。やっぱその、わ、これが同じ人間なのかって思って、本当に俺は涙出てきちゃう。ちょっと今、本当にね、これ嘘じゃなくて、本当に涙出てきそうなんですよ。あれ見てたら。いや、その、ぶん殴ればいいって話じゃないです。結構力も強いんでね。で、ちょっと調子乗って次、ウィーウィーって言ってただけならいいですけど、結構キック力もコツンってなってるんで、いや、結構あれで、やり返すのもやり返すんですよね。やり返したら今度あいつは絶対バカじゃないですか。で、バカなんで、やんのか、グリーンみたいな感じ。今度は4対1とかになってボコボコにされたら、やっぱその、まあ、重傷は免れないっていうか、そういうことになってしまって、あそこは確かに耐えて、当然だと思うんですけど、あそこは教室飛び出していいと思いますよ。逆に物に当たって。もうドアバチーンってぶっ飛ばして、もうやってらんねえやみたいな感じで、それが一番適切なんですよね。もう職員室に逃げて。でもあれはおかしいですよね。体罰、でもね、昔はね、でもね、やっぱり世の中ってうまくできてるって言い方、僕の考え方って、それ昔の反動なんですよ。昔っていうのは先生がバカすぎて、もうとりあえず体罰じゃないですか。女も男も関係ねえって言って、とりあえず悪くないやつにも手振るじゃないですか。なんだよ、バチンバチン。で、その反動が今来てるんですよね、やっぱり。で、女性差別、男尊女卑もそうじゃないですか。昔はその、本当に男尊女卑だった、昔は。でも今は女性ビュードゥーとか言って、まあやってますけど。まああんな感じで、やっぱ世の中反動なんだね。やりすぎたら帰ってくるんだなってことが分かりましたね。歴史を見れば分かるじゃないですか。やっぱ男尊女卑ですごい、もう時代あったじゃないですか。それが今になって、そのね、よくわかんないババアたちが、ね、経験もしてない、男尊女卑の経験もしてないババアたちが、ね、その、ね、その、給料を上げてよとか言うけど、やっぱその、まあね、生理っていうものがありますし、休む日が必ず一日とかいろんな言い訳できちゃうじゃないですか。なのに給料を上げてずうずうしいっていうね、意見もあるんですけどね。で、平等ってないと思うんですよ、世の中に。人間、みんな違ってみんないいで終わりにすればいいし。なぜ平等を求める？平等なんてないですからね、まず。平等できないしな。どうせ平等にできない。どうせっていうかさ、平等になる意味はないな。格差っていうかさ、その、まあ、アフリカみたいなのはね、やっぱおかしいっすよ。もう勉強できないとか。子供なのに勉強できない、仕事しなきゃいけない。ああいうのはダメっすよね。貧困の格差。あれはやりすぎ、格差がしすぎって思うんですよ。でも日本は恵まれてるって言ったり、きれい、よく言いますよね。日本はいい国だって言ってますけどね。果たしてそうなのかっていうね。確かにアフリカとかはもう餓死してる子とかもいるって言いますけど。まあ、それ単純にね、あれですよ。その、物資のパイプラインができてないからね。アフリカっていうのは。単純に募金してるだけじゃダメだから。やっぱ道路、交通整備、インフラ。インフラじゃないな。まずもうね、道路交通整備ですよ。適当なこと言って。いや、今回の事件とすごい脱線の脱線ですよ。やばいっすよ。まあ、今回の件見て言えるのなんかひどいなって思って。ツイッターもさ、拳での21歳って人、今笑かされてますけど、あの人も昔はやっぱその、ローションドッキリとかでいじめられてたじゃないですか。いや、悲しいなって思います。一回対談してみたいですよね、ああいう人も、あの人。なんかバズーカあたりが特集するんじゃないですか。また。結構大阪の南公園とかいうところにいるらしいですね。はい、でもな、本当今回の事件は気持ち悪いなってただ思いますよね。いやー、やっぱ親がクソだよなーって思いますね。
これぶっちゃけいじめってなんで起こるかって、確かにね、簡単に言うと事故。人間が集団で起きたら、集団が狂うことは当然なんですよ、やっぱ。みんな違う考え方を持ってる。でもさ、ぶっちゃけ、いじめっていうのは間違った意見、間違った認識、偏見とか、そういうものが生むものじゃないですか。知的障害者の人とか、まあ、ブサイクの人、デブの人、ガリガリな人、背がでかい人、チビな人とか。そういう偏見とか変な感情のせいでやっぱいじめられて、いじめられる方にも原因があるって言いますけど、原因があっても悪くないよねって話なんですよ。やっぱりその、人間の弱いところで、やっぱ、その、でもやっぱね、いじめられたら逃げなきゃダメですよ。やっぱそれは言いますね。真面目な話になっちゃいますけど、そのいじめられたらもう逃げろ。本当に。やり返さない方がいいよ。あいつらバカだから。ね、その、やっぱその、人間の思いやりがないですよ。あんなにバカみたいに小学校、中学校の頃に、思いやり、思いやりって授業でやってんのにもかかわらずね、思いやりがないんですよ。あいつは本当クソ人間ですよ。ね、ろくな大人にならしね。そういう大人が溢れてますからね。最近じゃないですけど、昔の話ですけど、ツイッター気持ち悪いなって思いましたね、やっぱ。その何かっていうと、そのやっぱ、その連鎖ツイート、その出来事が3つ交差したっていうのがあって、その、まあ今日自販機入れたらお金入れたら、あれ出ないなぁと思って、あれって言ってたら、まあその、飲み物補充中で、あ、すいませんっていうことがあったんだよってツイートした人がいたら、今度は女子高生がね、盗撮して、何あのおじさん面白いっていうの言ってるんですよ。そのね、まあ皆さんから見たらこうか。こうな、まあ、自動販売機ってこうなってるじゃん。こうじゃないですか。で、こうのここにおじさんが来て、あ、入ってるって思ったら、まあ、整備してたら、なんだね、その補充してる人が、うわ、なんか今日、補充してたら、バカリーマン来たんだけど、とかいうのを見て、ちょっと悲しいなって思いましたね。バカリーマンって。いやー、ほんと気持ち悪い、ツイッター。なんで面と向かって言えないかなって、ほんと気持ち悪いよね。バカリーマンとか、ぶん殴りてよ、そいつ。その人だって、ちょっとした過ちなのに、バカリーマン。ほんとクソだ。一生低所得者じゃだ、お前は。ずっとアルバイトしろ、バーカ。本当によ。って、そういう怒りも俺あるんですよね、やっぱ。その陰口ってほんと気持ち悪い。ほんと気持ち悪いよね、ツイッターとか、いろんな悪口ばっかで。俺悪口ないですもん。だって友達いないから。悲しいっすよ。俺優しいんで、世の中に対してなんかあんま言わないですけど、そういうやつ見てると腹が立つよねって話。なんか。友達、一番悲しいっすよね。友達がいないから陰口も言えないって。悲しいなぁ。友達いないんすよ。学校に行きたくないんですよ。やっぱりその、いじめられたっていうのもあって、やっぱ学校行けないんすよ。でね、俺がずっと1年間学校行ってないわけじゃなくて、しっかりとね、4回くらい学校行ったんですけど、あ、やっぱ会ってないって思ったんです。4回行きました。これ自慢じゃないですけど、4回頑張ってきました。それも1回は修学旅行ですよ。ねえ。もうこれを見てあったけど、わかるだろうけど、やっぱ合わないんだなって思う。学校自体が合わない。でも親は、ね、学校行けっていう。何やそれって思いますけど。なんで僕は、じゃあ学校行かせたいんだったら薬飲ませろって言ってるんですよ。なんか病気なんですよ、やっぱそのトラウマ。その本物のトラウマなんですよ、学校っていうものが。恐怖症なんですよ。植え付けられたっていうか。で、勉強が嫌いなのも、やっぱりそのね、ただ単純に成績が悪かっただけじゃなくて言い訳ですけど、やっぱその俺がね、いじめられて、親にもその部活、育児なしがとかね、言われてね、お前に人情はないのかとか、もう罵られてながら部活行きましたよ。っていう苦しい環境の中、俺がもうパソコン、スマホしかない。で、もうそれに囲まれてきてたら今度はなんか知らないけど、父親が起きてきて、起きてなんか怒って、お前は何すればいいんだよとか思って怒鳴り散らして、僕の好きなもの全部持って行って勉強しろって言うんで、もうそれのせいで勉強も嫌いです。で、しっかりとした理由があるんですよ、僕には。勉強が嫌い、学校が嫌いっていう。その、なんか嫌だから嫌いじゃないですよ。こんなにはっきりとした理由をやるのやらすかったんです。
仕事はしたくないっていうね。仕事したくないですよ。で、中卒で言ったら今度は、やっぱその土方じゃないけど、ああいう職業になっちゃうじゃないですか。まあ探せばもっとあるんでしょうけど、やっぱあの職業は、なんかよくわかんないけど、怒鳴り散らされるじゃないですか。俺怒られるのが一番嫌いなんですよ。私、働きたくないし、まず。っていうニートでした。でもね、まあ、ちょっと脱線しましたね。いや、まあ、土方高校の、あれはちょっとひどいなって思いまして。その、まあ、昔の先生が怒んないバージョンみたいな感じだったのかなと思ってね。本当に学校と勉強が嫌いなんだよな。引きこもりたいよなって思ってますよ。やっぱ辛いんですよね。まだ治ってないさ、鬱みたいなのが。悲しいっすな。1年放置してたんでね。でもやっぱその追い打ちかけられたっていうのがきついっすよね。やっぱ嫌なことは連続で来る。単体では来ないって言われて。でもそれが親にやられたって言ってやっぱ一番辛いっすよね。他人にやられるならいいっすよ。親に俺やられたよっていうのが一番悲しかったんで。俺はね、親嫌いなんですよ。ぶっちゃけ。やっぱ俺を殺したも同然なんでね。でもよく生きてたなって思いますよ。これだけでも本当アカデミー賞取れるくらいは頑張ったはずなんですけどね。でも、みんなもっと頑張ってる。でもみんなは頑張ってるからなんで俺が頑張んなきゃいけないのって話なんですけど。あと、もう俺の愚痴っすよ。今まで溜め込んだ。うん。あれ、俺だって頑張ってるのに来たんですよ。俺前赤でね、前の中学校の悪口全部言ったら、なんか誰かが見つけて、ほんと、きめえやつがいたんですよ。そいつ今度こうやってぶん殴ってろ。マジで。お前は勉強してない時点で負け組とか言ってね。勉強だけでさ、負け組、勝ち組とか、人生に負け、勝ちとか言ってる時点でお前はもう負けてんじゃないのって思いますね。まあ、人生で勝ち負けとか言ってる時点で負けてますよ。やっぱりプラスかマイナスかじゃないですか。勝ったか負けたかじゃないですよ、人生っていうのは。ね、僕は人生語っちゃいますけど、やっぱどう考えても、何に勝ったか何に負けたかで、まず比べてるんですよ。人生に勝ち負けっていうのは。誰かに勝ったから勝ちなんですよ。でも誰かに負けたから負けなんですよ。でもそんなの、ほんと底辺、下を見れば勝ってるんですよ、自分。それで勝ち組って言っちゃえば勝ち組なんですよ。自分の人生、ああ、生まれてきてよかったか。ああ、早く死にたい。なんかどっちかだと思うんです。やっぱ、金儲けのために生まれたんじゃないぜと。RC サクセションの歌でね。金儲けのために働くのは嫌なのさ。金儲けに疲れて死んでゆくなんて、悲しいことさっていうのね。で、金、で、好きなことのために飢え死にするのなら、満足なのさっていう歌詞があるんですごいなって思って。そんな覚悟で歌ってたんだと思ってね。でもやっぱなんとかなる精神でやんなきゃダメだと思うんですよ。それから家出なきゃいけないですけどね。でも全然俺なんかね、危機感がないんですよ。頭おかしくて今受験なんですよ。受験でもう10月じゃないですか。で、親がね、死のうとか言ってきたら、絶対死なないよって言ってやりました。親がもうおかしくなって、死ぬとか言い始めたんですよ。でも俺は全然死ぬ気なんてないんですよ。なんかポジティブになりすぎてるっていうか、死にたくだけはない。死にたいのは絶対嫌なんですよ。やっぱこの将来先にいいことしか待ってないんですよ、僕は。こんなどん底の状況で。これからちょっと頑張ったらもう、あ、お兄さんかっこいいねって言われるようなね、いい未来しかないですよ。絶対的に俺が保証した。自分でお前の未来はいいと。まあ、マインドですよ。信じてるので、死ぬわけにはいかないですよ。俺が今までもさ、こんなもんどん底、最悪の状態、これで人生終われるかと。いいところで俺は死ぬと。頂点で死ぬぞと。うん。絶対死ぬ気にはならないですね。それだけですね。うん、やっぱね、みんなに重要なこと、夢を持つこと、好きなことを見つけることっていうか、
まあね、何でもいいんですよ、好きなことなんか。好きなことを俺は見つかったんですよ。やっぱ大学に行くまで好きなことを見つけるために大学行くんじゃね。あのね、働こうかなって思いますけど、定職には絶対つきたくない。本当働きたくねえんだよな。働くの本当に嫌なんだよ。何で食ってくのって言われるのが本当腹立つな。マジで不満が。いつもそれしか言わないんだよ。何で食ってくのって。だから YouTube 中撮るかなって。何して生きていくのって言ったら呼吸っていつも言ってました。ふざけてね。その、すぐ稼げるもんなんてないじゃんって話なの。アルバイトだよな。もう学校だけは行きたくないな。学校だけは行きたくない。やっぱりその、学校と勉強はしません、僕はもう。でも勉強って言ってもね、皆さんが今やってる休教科、あれ勉強って言いませんよ。クソ勉強僕は呼んでて。まあ、あれね、人生で何の必要もない。ゴミです。GHQ か誰かね、お国の偉いさんが決めたね。クソです。人間を衰退させるための教育。と俺は呼んでます。いや、そのまあね、パスポートですね、簡単に言っちゃえば。そのね、いわゆる大企業に入るためのパスポートを取るための、試験ですよ。東大なんて。うん。それだけですよ。大企業をつきたいんだったらいい大学出るです。いい企業なんかつきたくねえしな。はっきり言わせてもらって。その、YouTube で食ってきたいんですよ、僕は。で、もう、にじみ出る、もう、面白さがあるんですよ、僕には。あとは仲間だけです。仲間はどっかで探します。でもね、俺はね、やっぱ YouTuber と会いたい、東京で。お金がない。まあ、あるんですけどね。ちょっと YouTuber に会おうかなと思って。しつこくストーカーするわ。夕闇とか、その、トップ YouTuber に、どんな感じなのかなって思うんですけど、やっぱ最後に好きなやつは勝つんですよ。俺はすごい YouTube 好きで、ずっと YouTube 見てるんですよ。一日中。まあ音楽動画も含めて。それくらい僕は YouTuber で、YouTube 好きも、どれくらい好きかっていうのもすごい好き。で、やっぱその、どうせ俺が最後に有名になるんですよ。ってずっと思ってるし、死なない理由っていうのはそれなんですよ。俺は最後には頂点に立ってるっていうのは、やっぱその、ナルシズムからの理由で生きてるっていうか、その、根拠のない自信なんですよ。やっぱ重要なの。ね。一握りとか言ったってさ、なんやねん、それって。生きてる時点で一握りなんだよって。やりたいことやらせろと。ね。え、勉学校、普通に高校出たくないなって思う。高校出たくないんじゃなくて、高校行けないんですよ。勉強するために勉強する。こんな苦しさは僕には耐えられません。無理。はっきり言って、俺には勉強の道はもうない。もう切った自分で。いや、だって勉強できないよ。ふざけんなよ。絶対その道には行かない。そのなんか、高校出て、二足のわらじって言うけど、いや、だったら、片方のスニーカーでいいだろうって思うんですよ。何やねん、わらじって。巻き菱あったら痛いぞ。何、わらじって。やばい、靴やの。って俺は思ってるんです、いつも。社会に通用するわけないって言って。社会に向けてやってねえし。YouTube っていうのは人のためにやってるんだよね。面白いもの。やっぱ面白いことをバカ、楽しく、バカらしくできる。ことだと思うんですよ、YouTube って。で、まあ今、これから時代を変わっていますけど、多分これからビジネス YouTube。でもその YouTube をビジネスでやってるやつに俺絶対に負けたくないんですよ。やっぱ面白さなり。だから、でも求めてるものを追求しなきゃいけないけど、それはできないですよ、やっぱ俺は。だからね、なんか違う変なね、なんか楽な仕事見つけようかなと思ってるんですよ。ぶっちゃけよ。僕は YouTube はその、面白いものを作りたいんですよ。で職業として成り上げてやっていくよね。それはもう多分トップ YouTuber だったらもう全然稼げるんですけど、俺のやり方だと絶対に収益化はできない。やっぱその本当に動画クリエイター。まあ不適切な世界ですよ。本当に。
ちょっとね、変なエロい言葉言っただけで収益化できない。クソですよ、YouTube なんか。でも俺はそこで表現はしたい。やっぱ YouTube。で、やっぱテレビに勝てるわけないって言ってるんですよ。それはコンテンツ。僕が思う YouTube 論っていうのは簡単に言えば、そのね、お金はない。でもいい発想があるんですよ。でも、その代わり、テレビとね、完成度、その、完成度が違うとか言いますけど、ぶっちゃけ言わせてもらえば YouTube 最大の強み、コメント。なりいろんな、その、テレビにない機能、これを最大限に活用できてきたら、もう本当 YouTube はすごい強くなる。テレビにも匹敵するすごいものになってきて、実際今テレビに匹敵してるんですよ。見たら気持ちよくなるとか言って、テレビで前特集してましたけど、それを見たらわかる通りに、その YouTube で入ってる見たら気持ちよくなる快感な動画とかあるじゃないですか、バズってる動画。ああいうのを参考にしてる時点でも結構 YouTube は強いんですよ。で、YouTuber 自体がね、やっぱ、どこが面白いんじゃんって言われて、まあディスられてて。ですけど今、ヒカキンさんがね、第一線で頑張ってくれてるっていう状況なんですよね。で、それしたらヒカルさんが、うわ、またあんなことやったのかって言って、ますけど。あと、週刊文春で俺気持ち悪いなって思ったのは、やっぱ週刊文春って昔から気持ち悪いんですね。新島の話でもナンパ等だって。ほんと文春、スカンダルし、ほんと、俺の夢はあって、まず、21世紀、ランク、偉人ランク100に入ること。21世紀ですごいランク100に入ること。まあその YouTube を、やっぱ今の YouTube っていうのはサービス業なんですよ。これをアーティスト業に革新的に変えるっていうのが僕のやりたいことなんですよ。やっぱ YouTube っていうのは、その今な、やりすぎるのが、大物にこびて、じゃないと人気できない。こんなんダメです。でも俺は大物にこびないでも面白いネタなって言ったら、拾う。システムをバンバン拾っていくよっていうのを俺が大物になったりやりたいんですよ。やっぱりその自分の利益とかじゃないと、新しい時代を作るのは若いやつらだっていうのは当然なんですよ。老害なんですよ、真帆さんがやってることは単純に。だからやっぱそのヘクトラハウスとかよさこいバンキッシュを作り上げてってる、これ重要なんですよ。資金提供、これなんですよ僕がやりたいのは。でももっと幅を広げたいと。でもやっぱ YouTube っていうのは俺くらいしか本気でやってるやつがいないんですよ、底辺 YouTuber で。その、あと僕は気合、温度差すごいですよ。1兆度とみんな40度くらい、30度なんでね。温度差違いますよ。やっぱその YouTube をサービス業じゃないんだよ、YouTube。ヒカキンさんはサービス業でいいけど、アーティスト業っていうかその、YouTuber というアーティスト、誰でもできるじゃないかって言うんだよ。だったらおめえやってみろよって。だったらお前やってみろよが通じる職業って唯一 YouTuber だけなんですよ。なんでかっていうと、まず見てる端末でポイってもう動画出しちゃう。で、編集だってそんな面白い動画なんて編集なんかいらないでしょ。っていうことで、YouTube っていうのはすごいな。で、そんな誰でもできるからとか言ってるやつに、じゃあお前やれよって。手軽だろって。簡単なんだろ、お前やってみろよ。っていうのが筋が通ってしまうものだと思うんですよ。これも強みなんですよ。誰でもできる。誰でもできるからこそ、その今まで資金力がなかったとか、お金がない理由で断念してきた、発想の天才たちを集めることができる。やっぱそういうのも強みですし、やっぱ手軽ですよね。なんかバカなやつも増えますけど、そのマスコミがね、どうだこうだね、言ったってね、そんな関係ない。ゴミですから、あいつら。ね、本当に。そうっすよ、あいつら。マジで。週刊文春とか、なんか、ヒカルさんが蕎麦食ってるだけでなんか、反省の色がないって言ってるでしょ。いや、蕎麦食ったら逆に反省してるだろ。な、それステーキ食ってたらそういうのはわかるけどさ。いや、週刊文春ほんとムカつくね。盗撮だもん。いや、だって YouTuber って一般人っていうくせにそこだけ有名人とかクソだよね。だからなんだけど、週刊文春ってあれダメじゃない？あれほんと法的処罰されるべきだよね。ガチで。あれ、訴えたらワンチャン勝てるよね。もうね。でも今の時代は神対応だってさ、気持ち悪いな。いい対応したらいいんだってさ、ふざけんなよ。俺そんなん絶対しねえ。カメラぶん殴ってやる、こんなん。レンズバコーンって言って。って言いながら、こうやって俺がもし有名に決めたら、おいおいおい、みたいな感じになっちゃうんだろうね。でもカメラぶっ壊して、ババア、多分なんかババアなんですよ、写真撮影して。ギロッと言って、おめえよって言ってぶん殴るわ。あれ、ぶん殴りてえ、週刊文春の記者。そういう取材が来たら。いや、
幾多ものやつらを、まあね、スキャンダルがチャンスなんでね、逆に。Hey, try me なんで。いや、でもね、雑談ですよ。一人で喋る、俺、ほんと一人で、一人ごと歴7年なんで、やっぱすっげー喋るんですよ、俺。もう7年。小学2年生からゲーム実況者になりたくて、俺一人ごと始めてるんですよ。ブツ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 ずっと言ってて、このテンション、ほんとに日常通りなんですよ。だってやっぱ YouTube 好きだな。やっぱその、底辺 YouTuber って言うけどさ、やっぱ俺は、面白いやついないかなっての探してないんですよ。でも YouTuber、ちょっとな。結構 YouTuber ってさ、その、ゲーム実況者って偏りがちだよね。ゲーム実況者偏ってるよな、いつも思うの。勝俣。早く。うっせえよ、勝俣。ダメ。何が排除ボゲ。うるさいんで、お前の声は。イヤホンから漏れてんだよ。やめてくれよ。あ、重い、重い、重い。頭くんな、マジで。ぶん殴りて。ゲーム実況者、俺はもう枠組み別にしてほしいわ。ゲーム実況者、面白いわけないんだよな。だって俺の方が面白いんだもん、ゲーム実況。絶対俺の方が面白い。うん。だったらやるよって話だよ。僕はゲーム実況者だって。そのなんかゲーム実況のゆっくりとかなんか違う面白さなんだよな。そっちじゃないって。確かに俺がそれを好きだったら面白い。好きじゃないと面白くない笑いだから見ないんだよ、俺は。うん。あ、速読。清水有高。こいつうぜんだよな、毎回。お前、どの角度からどの面先で言うとんねんっていう動画ばっか上げて、ほんと君。はい、で、訴えられますよ、そんなこと言ったら。ということでね、くんさんがチャンネル登録してたんですけど、ちょっと、ほんと、キモいんで、チャンネル登録解除しました、さすがに。頭くるんでね、ほんとに。なんか、こんな変な、ムカつく顔、ほんとに。この、ふんみたいな顔がほんとムカつく。何がコーチング活用法じゃ、ボゲ。俺はもう本読まないんじゃ。俺もね、もう人生で本読まないって決めたんですよ。俺、本読めない病なんですよ。ワンピースとジョジョ以外の漫画読めないんですよ。あと、面白い漫画。俺面白い漫画以外で、ジョジョですら最近読めないんだよ、ジョジョリオン。俺第4部すらアニメでしか見てないのに、すっ飛ばして8部読んじゃったんで、内容がつかめない。で、一番面白くないんですよ。ジョジョリオン、まだね。なんでかって、その話、前の話にさ、プッチ神父。まあ、ディアボロとか面白いやつらいいんだよ。なんで俺それ見てねえのって話。ミッパンのジョジュー。面白いやついねえから。痛い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 、マジ痛い。ディスりすぎて自分の腹つねっちゃった。やばい、息できない。痛い痛い痛い。YouTube 始めました。まず YouTube 始めましたって言ってるつまんねえからな。動画稼ごうとしてるから。クソつまんねえから、こいつ。池田翼、俺チャンネル登録したっけな。ちょっとね、アップロード日。あー、チームかゆえ。俺、メカニー。あ、登録してる。YouTube 始めました。なんだよ。そっちの始めまして、YouTube 始めました、ユードロがね。なあ、ねえねえ、それ。キモいの。あと、俺、ミユって YouTuber 嫌いなんですよ。面白く動画出せない、なんか、こびり系 YouTuber、本体じゃ俺嫌いなんですよ。顔がまずムカつくんですよ。面白フェイスのくせになんか自撮り動画とか出してるんですよ。あいつムカつくな、マジで、本当に。面白フェイスなくせにさ。え、マスクかぶってるやつなんなん、マジで。あと、森脇 TV はほんとつまんないんですよ、皆さん。やっぱ芸能人だなって。やっぱ芸能人っていうのはちょっと持ってる。俺芸能人だよ、YouTube やってるよって、ほんと気持ち悪い。はっきり言って。
YouTube 評論家から言わせてもらうと、やっぱり気持ち悪いんですよね。はっきり言って。ね、ほんと、はっきり言って。うん、はっきり言って。それやっぱもう芸能人はさ、もう芸能界行ってるよって感じなんですよ。なんかそのね、やっぱあるじゃないですか、その、業者の編集。業者の編集が俺ほんと気持ち悪いんですよね。YouTube、芸能界、芸能人の。あれほんと気持ち悪い。レペゼン横浜。レペゼン地球のパクリじゃん。ほんとパクリつまんねえよな。羽島恭志郎なんてどこにもいねえだろ。なんとかずもやめろよ、お前ら。オリジナリティがねえんだよ。どっかで見たことあるマスク。まあ俺も言えないけどさ。ね。でも、言わせてもくれや。底辺 YouTuber がこれを言うから面白いんだろっていうね。逆境。チャンネルとか気持ち悪いな。いやまあ最初から面白いやつはいないんですけどさ、最近レペゼン地球がその人気になってますけど、全然ネクストページ、いやクソ、うわクソだわタイトル。でもこういうやつが意外に人気になったりするんだよ、クソって言ってるやつが。最近来てる人っていうのはあんま見たことない。ヨキキさんとかエムレナさんとかじゃないですかね、やっぱね。うん、で、まあ、アタソさんすごいですよね。あの、ウザキャラとブスキャラ。やっぱあれはもう、すごい割り切ってやってる。やっぱああいうとこいいですよね。うん。すごいと思うんですよ。やっぱりその、私、うざいなって、あの間の取り方。うざいって思って。あと、井上嬢さんですね。井上嬢さんすごいですよね。あと、俺が一番じゃないですけど、まずさ、ビジュアル系 YouTuber、ほんと気持ち悪いんだよな。参考一。めっちゃ顔整ってんだよな。ほんと奇妙やマジで。マジムカつくわ。何が盛れる写真だよな、マジで。盛り土してやろうか、マジで。うわ、気持ち悪いな。口ぷくしようて。何やねん、お前。なあ。モルモットの死骸こいつ頭に乗せてんやん。やば。サイコパスじゃん、こいつ。俺のやつもやばいよな。俺の。ちょっと後でカラーディレクターかなんかちょっと作ろう。アイコン。ああ、吉木田あかり。は？吉田ね。吉木田って読んじゃうんですよ。この吉田あかりさんが自分で編集もして、そのビューティー系みたいな編集もしっかり全部出尽くされてる。もうね、しっかりとした編集ができる。この人、すげえ。やっぱこの人 YouTuber 向きで、その YouTuber なんですよ。本当に。それすげえなって思って。これこれみたいに、その、まあ俺が気持ち悪いですけど、そのね、私これこれさんみたいって、あ、ツイゲスの王ですみたいな感じがやっぱするんですよ。その匂いが強い。石川の竜樹さんとか。割り切ってやれてない。その、やっぱ、よく、YouTuber の、を指摘してほしいんですけど、ああいう人って YouTuber 好きなことで生きていくって言うけど、まあまあ過酷なことやるやんとか、そういう、まず石川紀之さんのセリフなんですけど、あれキモいっすよね。いや、古いわ。2年前や、YouTube で好きなことで生きていくって。今はもうね、1億の奴隷っていうね、あだ名がついてるんですよ、ヒカキンさんに。好きなことで稼いでいくっていう、まず好きなことで生きていくっていうフレーズが古いんですよ、2年前。古い。確かに有名なフレーズはそうですけど、それじゃないと。僕は思うんですよね。いやあ、ネオチャンネルね、つまんないって言われてるけど、最近その業者の編集にも味が出てきていいと思います。うわ、編集大変なんだね。でまずぶっちゃけ YouTuber が役者になったらクソですよ。それほどクソなことはないですよ、ぶっちゃけ言わせてもらうと。だってまず YouTuber って中途半端な存在じゃないですか。ね、面白くないわ。その顔立ちもあんま良くないわ。そんなやつが演者だけってさ、どんだけ調子乗ってんのお前って。芸能人気取りかよって話なんですよ。でもね、僕が編集するとどうなるかっていうと、20分の動画が40秒になっちゃうんですよ。なんで俺編集下手だなと思って、友達と一緒にね、勉強していこうと思います。友達がいない。どこにいるんだよ、友達は。ネットで探そうかな。気軽だな。チャンネル人工知能結構好きですけどね。
AI チャンネルすごいよな。海外に受けてんだよな。工芸者。なんか読みづらいんだよ、工芸者って。かや。ソニーミュージック。お、アスカチャンネル。あ、そう、バンビ。バンビ気持ち悪いですよね、こいつ、本当に。本当。なんかさ、その顔立ち系 YouTuber と本当嫌いなんだよな。学位ですね、みたいな感じ。こうやって自撮りですよ。みたいなやつ、本当綺麗なんだよ。マジで。本当気持ち悪い、見てて。バカーンってぶん殴りて。本当に。鼻血がタラーってです。鼻血タラー。まあ、血のり今あるんですけどね。やらないです。血のり昨日やったせいで手がこんな赤くなってって。で、カメラで見ると分かりづらいっていうのあるよね。じゃあ映すな。なんだどこの野郎。この野郎、この野郎、この野郎。お前カメラから指貫通させたろか。という小ネタでございます。40分動画出してるとやばいぞ、こいつはマジで。頭ぐるっとる。いやー、まあね、生放送でやればいいものを。顔すげえ。生放送でやるわ。